皆さんこんにちは。あつこストロンゲストです。今回ご紹介する本ははい、こちらです。満腹沖縄寺井まきさんです。で、この本はですね。あのま漫画なので、すごくあの簡単にさっとですね。楽しく読めてしまいます。 で寺井さんがですねあの案内人のこの松永孝林さんに連れられていろいろなんです、ね、あの沖縄の美味しいお店に、まあ、連れてっていただくわけなんですけれどもこれがですね私もその沖縄も好きだし沖縄の料理も大好きなのでですねもうほんとどれ見てもあの美味しそうなんですね。 で一番私が今興味あるのはこれ前々からちょっと知ってはいるんですけれども、えー、と沖縄第一ホテルの朝食、えー、とこれがですねあの薬膳朝食なんですねでまあちょっと3,000円以上ぐらいしてちょっといいお値段なんですけれども本当になかなか魅力的な、ね、あの薬膳料理の,、ね、あの朝食で一度食べてみたいと思います。 それとですね、手ダコ亭というイタリア料理があるんですけれどもこちらはですねあのそこの店主の方が以前確か本に書いていたと思うのであの名前を覚えていたんですね。でこちらもすごくあの沖縄のですね素材を使った、えー、と美味しそうなお料理がいっぱいあります。それとですね、えー、と大東そばですね。 こちらはあの南大東のえっ、ー、と大東そばのマスターの息子さんがやってらっしゃるお店です。私もですね何回か行ったことあるんですけれども、そのこちらのゴーヤチャンプルーが美味しいということで、あの私まだ食べたことないのでですね、次回行くときはぜひ食べてみたいと思います。はい、今回もご覧いただきましてありがとうございました。 またですね興味深そうな本がありましたらこちらでご紹介しますので次回もまた是非見ていただけると嬉しいですよろしくお願いします。